とうとうヌートバーの親戚を名乗るアイドルが現れる。キャンパスクイーンの選抜メンバー21名で結成されたアイドルグループ、メルシーメルシー、の内田夢、23、が10日、自身のツイッターを更新し、侍ジャパンのラーズ、ヌートバー外野手、カージナルス、にエールを送った。東京女子大卒業の内田は、実はヌートバーの親戚。9日、10日とニコニコ生放送で行われている、WBC 実況解説、生放送、で番組進行も務めており、9日に行われた1次ラウンド B 組、日本中国で総攻守にわたって活躍したヌートバーに、ミドルネームの、達治、にちなみ、たっちゃん、今日も頑張ってほしい、と綴ったもの。スタジオでは共演者からヌートバーの、いとこ?と聞かれると、いとこではないです。親戚、と答えていた。そりゃ親戚おるやろうしな。会ったことあるのか?いとこより遠い親戚ってどれくらいやねん。十等身くらい離れてそう。母ちゃん日本人やから日本の親戚はそれなりにいてもおかしくないやろ。売れるためならなんとか。ぬー、誰?こういうオチじゃないだろうな。売り子なら合格や。代表関係ない頃からメジャーリーガーに親戚いますと言ってるなら認める。2月6日には表明してるから売名ちゃうぞ。2月には有名やん、ヌートバーがメジャーリーガーデビューした時に言えば。その頃は日本での知名度皆無なんやからわざわざツイートする必要ないやん。ワイもヌートバーの親戚のような気がするわ。人類みんな兄弟やからね。まあ実際遠縁でも繋がってるなら名乗ってええんちゃうか。